ユイミア、オイラたち特大の花火が必要なんだ。すっごくでっかいやつ。特大の花火？そんならうちに任せとき。実はこの前ちょうどごっついもんが作れたんやけど、威力がとんでもなくてな、実験できる場所も見つからんくて。ちょうどええからあんたらにあげるわ。うちの代わりにどんなもんか見てきてや。あ、それと火つけたらすぐ走るんやで。やないと服が燃えてまうからな。それと耳も塞いだ方がええで。うい、なんか怖いぞ。大丈夫やって、ただの花火やから何の問題もあらへん。じゃあやってみる。ありがとな、ユイミア。花火は手に入れたし、あとは夜を待つだけだな。ズレズレなるままに日暮らし、硯に向かいて。やっぱり帰ろう。今のままでいいと思う。僕はこのネタ結構好き。